ただきます。お気に入りのお洋服のアイロンがけをします。色が変わっちゃったので上から濡れた手拭いを敷いてみようと思います。びしょびしょいい感じだと思います。なんだか余計にシワが入った気がしますが、完成です。おはようございます。今日は豆乳を温めて甘酒を飲んでキウイを食べようと思います。今日は自転車で お出かけするので初めてこれを使いたいと思います。今日のコーディネートはいただき物のレイビームスのブラウスにこの間買ったパンツとコンバースの靴、あとおばあちゃんからお下がりでもらったシャネルのカバンです。6缶で、はい、お伺いします。大トロサーモンと生ウニと、はいよ、はいよ、おホタテ貝柱と、はいよ、赤エビと、はいよ、あ、うなぎ、うなぎで、はいよ、はいよ。昔からあんま
今日会ったお友達がお土産をたくさんくれました。彼女は今ドイツに住んでるんですけれども、以前お話 LINE でお話しした時に、私がヨーロッパの全粒粉にはミネラルがたくさん入っていて羨ましいっていう話をしたのを覚えていてくれて、すごく思うようにこんないいもの、粉を何キロ1キロ分の、おそらく全粒粉だっていうふうに言ってたので、後で調べて使いたいなと思います。ビオでオーガニックの商品ですね。あとは日本でも有名だそうですが、ビバーニという会社のオーガニックチョコレートで、高カカオチョコレート 70% のものと、あとは COVID-19 用の医療用マスク FFP2 っていうのがヨーロッパの医療用マスクの名称だそうです、くれました。あとはPCR の検査キット2つ、2回分ですね。やばいっていう時に使ってって言ってくれました。